ガーの方々を今日はお迎えしてやっておりますけれども、いつもはここで拓郎が喋らなきゃいけないのに、なんで僕が喋らなきゃいけないの、で今日はあのクリスマスイブ入りました、ね、は入った入った入った、そこで、はい、ここでなんか一つこうクリスマスソングを歌ってね、いいですね、この疲れ切ったねスタジオパーッと花が咲いたようにはい、しましょうじゃないですか、はい、そこで僕がね歌います、はい、ジングルベール、ジングルベール、ジングルオーダー、はい、オーバーバーイ、ああ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 、少し疲れがありませんか、少し、もっとなんかノリが欲しいですな、委員長、はい、それに反論して、右総理大臣、はい、福田さんでいいですか、福田さんでいいですか、急に変わるんですね、田中選手正面じゃない、できれば福田総理大臣、まあ疲れたというような発言が出ましたが、まあクリスマスというのは日本人の一つの生活習慣として楽しむで、あ、釜井さん歌ってもらおうか、あれ必ずあれなんだよな、必ずあれ、いやいやそういう意味じゃねえんだよ、そう尊敬してんだから俺ジングルベル、ジングルベル、ジングルオールドウェイ、いやむしろバブに行ってよ、フォーワンファンディレイスティングねえ、むしろサンタナみたいなところ、じゃあ今度僕でやります、はい、お願いしますよ、みんなでやっぱりキーをね、どのぐらいしましょう、キーを G にしますか、 E フラット、 E フラット、 E フラット9マイナス10みたいなあ、チューニングが合ってない、うん、それでさ、チューニングをプラスから揃えますので、はい、で揃い次第みんな歌うということにしましょう、はい、でラジオ聴いてる皆さんも一緒にあのジングルベル、それからチューニングも一緒にやってくださいチューニングっていうのはあのいつぐらいの時代から始まったものなんですか、ね、あれはですね、いやチューニング狂ってても聞く人が合わせるんですよ、そうですね、大体縄文式時の頃ですね、網目の模様のように非常にね、これがかなり古来からあった、そうですよ、そうですね、チューニングの儀式っていうのがあったんです、これはなかなかあのインカ文明の頃にもそうですね花開いたという、それは言われております、太古のね、それではあの歌ってみたいと思います、お聞きいただいておりますチューニングの儀式でございます、あったあったキー、もうみんなさ、そうみんなしらけてるから俺一人で歌うよな。みんな歌うなよ。みんな歌うなよ。じゃあ俺歌うよ。みんな歌うなよ。南こうせつが心を込めて歌います。この歌、清志この夜。これは、セントニコライが、今から、高鍋のことを200年前戦闘ニコライの運動というのを始めました、この時にマルチン・ルターが新教徒の運動というのを新たに始めたわけでございます、そしてカルビンという人がプロテスタントを作って、そうして新たなキリスト教の運動というのが生まれたわけでございます、ところがイギリスに起こったイギリス国教会、これはヘンリー8世がその奥さんと離婚するためにそのカトリックの厳しい掟を逃れて作りたものでございます、聞いていただきましょう、清子の夜Silence night Holy night 高田渉さん、高田渉さん、ロビーで恋人がお待ちですLand of Virgin Mother and Child, Holy Infant so tender and mild, Sleeping
とにあの素晴らしい清子の夜を、ね、そうですね、歌いまして、本当になかなかキリスト教っていうのも大変なもんです、ね、リリーどうでした今のハーモニーなんか聞いてて。あ、素晴らしく素晴らしかったですね。素晴らしい。疲れてるね。田川亮にちょっと聞いてみたいと思います、はいはい、今のあの今歌ってなかったでしょ、ガラスの向こうで聞いてたでしょ、どうでした。あ、何をあ、今の清子の夜みんな一緒に歌ったの今。あ、よかったですよ、やっぱプロだみんな、うん、どうもありがとうございます。それでは嬉しかったね、うん、嬉しかった。ウィーン少年合唱団っていうのはこうやって生まれたのかもしれないね。素朴な中にね、何かあったんだろうね。それではね、あの今度はあのムッシュがいるのでね、ムッシュの歌を聴いてみたいと思います、はい、で皆さんからリクエストをここでいろいろもらいまして、はい、委員長、はい、ノノノボーイ、いやいやいや、やっぱしムッシュがその身になればです、はいはいはい、黒百合の歌その身になればじゃない、黒百合のあのどうにかなるさ、どうにかなるさ、なればいい、なればいい、なればいいなんか、なればいいってあったよね、むしろなればいいね、あれは素晴らしい曲だ。さすが元、はいはいはい、フリ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 、いややっぱなればいいんですよ、はいはい、四つ葉のクローバー、四つ葉のクローバー、独身、あ、独身じゃない独身スパイダース時代の歌、夕日が焼いてる、あっ、タタタンタタ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 タということで、一番リクエストの多かったがノノノノボーイ、ノノノノボーイ by スパイダースパイムッシュ、ノノノノグループサウンズっていいな、いいね、なんか俺は泣くな、すごい最高、うん、ゴロちゃんどうですか、ゴロちゃんゴロ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 
こんな感じで。おかまボクサー。ちょっと頼むよ。やね、ゴロ。いやもう。ゴロ。難しい。帰ろう。お前今度六本木でめけたら果たすかな、こんなやら。女だったら果たすぞ。なくないじゃない。ところでね、質問、はいはいはい、今、まあ、懐かしい歌が出ましたが、はい、例えば、まあ、自分の取りましてですね、はい、ここに、まあ、多数 の、 そのミュージシャンがいらっしゃるわけなんですが、あの曲は忘れられないというような曲がございましたらね、例えば大塚正さんなんかを、海光の神田川我々はもう酔ってるからしょうがないねえ、あの俺ある俺ある拓郎に今聞いてないじゃん。しかしなんで僕は司会になったんだろう俺も分かんないですね。大塚正さんちょっとなんか答えてください、あの歌、あの歌は忘れられない、小さい頃でいつでもいい。僕ね、ちびんころで混ぜてたんかもわからんけどね、あの別れの一本水がすごい好きだった。もうあの歌がすごい好きでね。これ、ギターかな。ギターで歌おう、俺たちが。やってください。ちょっと聞いてます。泣けた、泣けた、こらえきれずに、泣けたと別れた、悲しさに、嫌なのは、ガラスも泣いてた、一本、村外れ。いいな。俺これ知らないわ。知らない？知らないだろ。やばいな。やばいよ。やばいよ。18行ったってことね。今帰ったけどね、小室さんがね、最近宮新道とかね、カズハチの曲作ってるのいっぱい。あの人も、あの人も同じぐらいの知らないのやばいな。じゃあ、同じ質問を渡るにしてみたいと思います。高田渡さんどうぞ。別に、うん、俺渡の曲知ってるんだね。昔やる？いくら流行りとて短いスカートじゃ風が吹いたら、ああ現代的だわね。これはね、これはね、未だにあの LP 買ったもん。A 面と B 面と違うやつでしょ。風船がさ、風船と渡るとこがライブになっちゃった。あれをね、買ったんだよ俺、わざわざ聞いたから。よかったよかった、あれはな。あの時これね、ほんと感動したで。渡る分かってたろな、香川君。君あの頃香川君出版関係してたんだよ。見て、あの下渡りに乗ってたんだよ。よく使ってた。使ってた。あ、そう、使ってた。使ってたんですよ。いや、俺渡る見に行かされたんだよ、無理やり。あの伊藤明夫に。それがいけなかったね。いや、それはすごい刺激を受けたよ俺。そう、うん、最近うちに、うん、あの一枚もなんか回してくれないじゃん。レコード誰るばっかり。いるやん、小室さん。いるじゃないよ。みんな帰ったと思ってたんだよ。いけなかったかな。いやいや、じゃあ、いや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 、そんなこと言わずに今日もうまた。いやいや、いやいや、そんなこと言わずに5時までいないよ、もうこうなれ。だってみんな帰ってやっていねえよ、お前。3時までに帰って言ってきながら、みんないるんだぜ、これ。じゃあさ、同じ質問を、じゃあ、料理、加賀亮ちゃん。うん。あの、この歌は忘れられない。ああ、やっぱし、僕はビートルズですね。はあ。とにかく。おい。で、1曲あげる。やろうよ。あ、ビートルズ。ビートルズいいですよ。ビートルズいいね。やっぱしいいですよ。ボーカルだから面白いよ。ボーカルがすごいよ。ボーカルだよ、やっぱり。ビートルズボーカルすごいよ。何？いや、何っつうよりも、うん、ほら一番最初人にやれば、コサイちゃん何でも歌えるよ。いや、コサイちゃんなんだ。あんまりにも親しすぎるじゃない。お前これ投げるぞ。やっぱし香川さんつってくださいよ。コサイちゃんって。
ちゃいかんよあんた。バケ。まあ良かったですね、コンセプトね。良かったよかった、うん。ビートルズ行こうよ。最高よ。ビートルズ。でも僕、ね、ね、一番やっぱりあの抱きしめたいっていうのは衝撃的だったですね。うん、僕にとりましてはね、あの、やっぱり抱きしめたい。ああ、アマラホール、アマラホール、ヨハン。そうだ。And yeah, you got the something. I wanna hold your hand. 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 Hey, guitar, Mori Kazumi.今日はそういうことで、なんて言いますか、フォークシンガーの方々いっぱいおいでいただいております。で、あの、拓郎が司会なんですけど、なぜか僕がやっております南こうせつです。それでは今度はですね、先ほどからいろいろ言われています中川ゴロちゃんに、あの、歌を歌っていただきたい。あれ、ゴロちゃんどこ行ったの？ゴロ、あ、見えるんだよな、中川ゴロさん。どっか逃げておりますので、その間を利用しましてレコードで彼の歌を聴いてみたいと思います。僕とボビーマギー。見知らぬ街で一文無しになって、人のようにすり切れた気持ち。ボビーは汽車にヒッチハイク、雨が降ってきそうだから。俺は汚れたハンカチからハーモニカ取り出し、ボビーの歌うブルースに合わせる。うんちゃんの知ってる歌をみんな歌った。ワイパーの拍子に合わせて、失うものが何もないことさ。いい気持ちになるのは簡単なこと。ボビーがブルース歌えばそれだけで俺たちはご機嫌。ぶれた炭鉱から南の町へ、魂の秘密まで分け合って、いつでも一緒、夜は寒くてもあいつは俺を温めてくれた。でも小さな町で家が欲しくなった。あいつ俺は行かせてやったのさ。ボビーがいつもそばにいた昨日のためなら、俺の明日をみんなあげてもいい。
ブルス歌えばそれだけで俺たちはご機嫌方々をお招きいたしまして、なんか収集が全くつかない状態ですけれども、ここでコンサートのお知らせでございます。リリー74ラストショーというコンサートが12月の26日、それから27日木金ですね、12月の26、27日六本木の俳優座劇場で6時半から開演でございますね。チケットは A 席が1900円、B 席が1600円、都内各プレイガイドにて、発売中でございます。ちょっとそこうるさいぞ発売しております。そこで今日はもうリリーもいらしておりますので、このコンサートを、どういうコンサートかちょっとお話ししていただけますか。ですね、大体内容につきましては、私が時田藤雄さんっていう方と芝居を第一部にやりまして、はい、第二部に歌を歌うと。リリーは お芝居やるんですか。そういうじゃないですけどもね、なんとなくこう時田さんっていう人のファンでね、一度こう何かの形でこう絡めないかというふうなことを話したわけですよ。本当これ去年にもやったんですけどもね、そういう意味で今年もやっぱり最後っていうのが今年の最後っていうのがあってね、でまたできないでしょうかって言ったら、でやってまた再演という形なんですよ。なるほどね。リリーは今演奏するときバックはガンとつけてやってるわけ。今私入れて6人編成です。6人編成、ドラムスとベースと鼓と太鼓どうもかなりヘビーロックっていう感じになってる。そうでもヘビーロックってほどでもないんですよ。ああ本当、来年はどういうふうにやっていこうって考えは。なるようになるでしょ。なるようになる。なるほどね。最近の男関係はどうですか。一口に言うとダメですね。ダメ。そうですか。じゃあ後でゆっくりお話ししましょう。ネパンでさ。そうね。いや心配することはないですよ。いたって言ったらこの時ちょうだい。そうですか。週刊誌が待ってます。ケンジー、ちょっと起きて。なんかコンサートやったんだって。うん、完全眠ってるじゃん。でね、そう。で今日あったんだっけ。そう。そのコンサートのテープが今届きましたので、ちょっとみんなで聞きましょう。遠藤健二のコンサート。久しぶりに。満足できるかな、ね、日和満足できるかな、ね、貴様っていう機械でもそう
首を切る。ヘキコラギコラヘキコラ。でもあんまり音が大きいとほら損傷しようにを舐めるのは僕んちの猫のアルファルファじゃないか。いいよたくさん舐めて立派な化け猫になってあの子を呪ってくれたのんだよ。行こうよ青い海のもとへ二人で歌うよ明るく恋のリズムをでかい太陽が恋の女神なのさ。大鳥に行こうよ海は友達なのさ。どうしたのついてこないのかい。お日様が来てだけだよ。眩しいな君を見ていると恋をしたくなるよ。夏の海なみなや薄紅の珊瑚礁。夏の光を浴びて微笑む君こそは可憐な裸のヴィーナス。眩しいな君を見ていると恋をしたくなる。襟物春は何もない春です。遠慮いや仲いいから温まってゆきが。愛してる愛してない愛してる愛してない。スモーキングブギー朝から晩までスモーキングブギー。かわいいあの子はルイジアナ。いつでも男をダメにする。黒いカバンを持って歩いていたらおばあさんに呼び止められた。おい待てこらちょっとと言うのだった。まもなく時報電子ウォッチはシズン、シズンハイソニックが4時をお知らせします。日本特番だ。なんかいいことないか。なんか面白いことないかと
容疑者は容疑者は急ぐのです。この窓ガラスの向こうの暗闇に、そうこの窓ガラスの向こうの暗闇に何かが潜んでいると思うのです。だからこの暗闇を抜ければ、そうだから急いで抜ければと、容疑者は容疑者は走るのです。唱えれば、ほら君の消えかけたろうそくの火が君と僕とみんなに愛の火を、メリークリスマス、みんなが幸せでいい日が送れるよう、三木総理大臣にも、田中総理大臣、前田中総理大臣も、僕の好きなジェリー・ガルシアにも、でうちの猫にも、今日来てくれたみんなにも、幸せがいっぱい来るように、メリークリスマス。
けどワルツから。ワルツですね。ケンジのクリスマスコンサート。非常に今日にふさわしいね。ねえ、ちょっと長すぎなかった？本人も気にしてましたね、かなりね。10分、10分ぐらいありました今。でも気持ちよかったね、ちょうど10分ぐらい。いろいろ話す時間もあったし。そこで、今年1974年を。やつはってことなんですよ。振り返りまして。まあ自分にとって一番印象に残った出来事、こういったものをかいつまんで皆様に述べていただきたい。非常にまあ怒りに思ったこと、あるいは楽しかった出来事、いろいろあると思うんです。そりゃそういったものをかいつまんで、その一つガロのボーカルからまあ一人一点ということで申し上げてください。よろしく一つ。今日こんなに楽しい催し会合できたこと、僕は吉田拓郎さんおよび日本放送全国のこのオールナイトニッポン吉田拓郎パックでも最初の方のイントロが全部消えたんやから、いやいや、パック入り あのソーセージを食べたらうまかったと。パックリ食べたって言ってたんだろ。鼻が飛んできた。はい、これを感謝したいと思います。辛かったな。なるほど、それではリリーはどうですか。今年1年振り返りました。私ですか。はい、あ、私は良かった出来事。はい、笑うと歯茎が出るね。もうちょっと待ってください。主役は誰ですか。そうですね、私はとにかくやっぱりインフレとかそういうの気になりました。というか、はい、とにかくこう、ま、今年も1年歌ってられたということがすごく嬉しいね。りょうちゃん、なんかゴロとおかしいんじゃない。りょうちゃん、はい、川りょうさん、はい、どうですか。今年に非常にその良かったこと、不愉快だったこと、なんて。ああ、そうですね。この際ドンと言ってください。意外と今年は香川亮っていうのが面白かったですね、見てて。ええ、僕はいつも第三者なんですけども、ええ、香川亮を見るに関して、香川亮に見る、ええ、面白かったです。なるほど、ええ、あ、そうですか。ディランセカンドの大塚さんとそのもう一人、香川亮はあんまり面白くなかったですね。本当になる。それぐらいのことです。それぐらい。それぐらいのこと。そうですか。じゃあ高田渉さん、一応生活評論家となってます。生活評論家。生活評論家。横井翔一と間違えてた。生活評論家。今年1年振り返り、来年ぐらいはなんか店を持ちたいと思います。店持ちたい、できれば骨董屋ですか。お茶漬け屋かなんかで煮物に転がしをお得にするような店を持ちたいと思います。店を持ちたい。なるほど、来年にまあ全てをかける高田渉さんです。お前店持つのやめろよ。ムッシュ、ちょっと寝転んでますけど、今年1年振り返って、まあ、自分に良かったこと、悪かったこと。一番込み上げたのは高田渉の女性関係ですよ。奥さん、それはちょっと赤ちゃん元気。渉込み上げ赤ちゃんですか。レンちゃん、もうすごく元気でやってます。もう離乳食。いや、もううちは1枚目のやつなんかレコードを組みましたよ、赤ん坊が。本当ですよ。りょうさん、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 行ってやってから。そう、いい子ですね。あいつでしょ、なるよ。なるほど、なんかいい子ですよ。猫の常富さん。そうですね、やっぱり考察。そういえばあれでしょ、来年の1月に赤ちゃんが。あ、赤ちゃんね。赤ちゃん、どうもありがとうございます。いや、僕も
来年あたりやってみたい。あ、そうですか。でも、コーセスの赤ちゃんの顔の想像、きついやつないですね。いいじゃねえか、それだけは言わないことです。例えば、あの、この中にももう結婚して、あるいは子供がいるアーティストの方、ずいぶんいらっしゃいますけれども。生活評論家の高田渉さんに、こういう子供が生まれた場合にアーティストの仕事に関係があるのかどうか、あるいは、結婚した場合にレコードが売れなくなるのかとか、そういうその辺をあの高田渉さんにちょっと お願いしたいと思います。これからまあ独身のアーティストのためにもよろしくお願いしたいと思います。結婚したら人気が落ちるのかどうか、その辺を結婚しても落ちる人と落ちない人って言われて痛いどうしてる割とですから、なんかもらう場合に向こういかなる人を、なんかもらい受けるかとで、やっぱり男は少しなんかバカ増踏んでからもらった方がいい。だから、まあ、なんか2、3の失敗がなんかありました。ですから、あまり、まあ、なんか、おとなしい人はなんかもらわない。渡るふんがよ、渡るじゃあ、まあ、一応、そういうところ。内閣総理大臣、南こうせつ君。渡る。まあ、一応そういうところということで、例えばまあここに、来てます方々でも、もう結婚なさっている方は。そうですね。いますね。はい。りょうちゃん、どうなんですか。あなた独身なんですか、結婚してんですか、どっちですか。あ、僕ですか。四国で結婚してるんですか。何や、もう一回。いやいや、ゴロ、どつくの。あ、僕ですか。おい、あ、来てくれ、渡るからね、すごいなんか衝撃の告白らしいよ、告白が。あ、本当に。りょうがね、なんかあるらしいっていうことだよ。独身の香川亮さん。いや、独身じゃないですよ、僕は。あれ、いやいや、独身か。それでは香川亮さんが結婚した場合にレコード枚数に響くかどうか、生活費用の高田渉さんにお願いしたいと思います。生活さん枚数には影響はないと。まあ一応そんなところで。なるほどね。今の答弁に対して香川亮さんは別によろしいでしょうか。まあ高田先生の言うことですから間違いないでしょう。枚数に響かないってことはいいことですね。これはどうですか、拓郎さん。ですね、枚数に影響がないというのはですね、枚数が前よかった、まあこの、まあ知ってますけど、大体なんというヒットがなかったから、あの人だから前と同じ状況、まあ、なんか枚数ぐらいではいけるだろう。前と同じ、ええ、で増えるっていうことはじゃないです。ですから、まあ持続できるかどうかというのは、まあ、あとは分かりません。渡るもよく喋んな今日。無罪だ。無罪だ。まあ何やともあれ、音楽でまあこういうふうに飯を食ってきてですね、だんだんこの業界でも力をつけてきたこのフォーク分野というものがあるわけなんですけれども、釜松博さんに来年度のフォークソングの見通しみたいなものについて語ってもらいたい。いや、本当に教えてもらって、早めにポケットからその新しい形を自分の頭の上に乗せたいもんですよ。頭の上に乗せた。しかしねえ、これ生放送だよ。だが今日はあのクリスマスパーティーの模様を日本放送からお送りしていますけれども、いろんな方々がお見えになっています。リリーに聞いてみましょう。今までなんかこうクリスマスで思い出になったことってありますか。
あれですか？え？はい。クリスマスの思い出になったことあったかな。氷をかじりながら。ガリ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 。私はまあ劇やったことぐらいでね、大した思い出ありません。劇をやった。ええ。いつ頃あれが？もうちっちゃい頃ですから。小学校6年生ぐらいに。クリスマスの時。ええ。大したことありません。面白いこと全然ありません。それはあんま面白くないですね。全然。しかしこれ番組かいって。それじゃ大丈夫かな。ゲホゲホ。ムッシュがかなりちょっと飲みすぎて今倒れております。ケンジは今お家に猫は飼ってるんですか？アルファルファ。アルファルファ。アルファルファっていう名前なの。あ、つまんねえ質問だよ。そのね、猫の歌をね、聞いてみたいと思います、ね。クリスマスもふさわしい。スノーを聞いてみたいと思います。第5回世界歌謡祭グランプリ。いつの間にか君は。浜田よしみ、12月10日キャニオンレコードから発売。ねえ、さ、拓郎です。復帰しました、この番組に。さ、浅田美代子ってどうかな。あ、いい。え、どうかな。ヴィランセカンド、どう、浅田美代子。うん、わしあんまり好きちゃうわ。俺もあんまり好きなの。誰が好きなの。山口百恵が。百恵か。もう当たり前やけど。りょう。あ、僕は好きだね。誰がいい。あの人の、あ、ニマちゃんもいいけども。ニマちゃんと。何、ニマちゃんって。いやいや、ニマちゃんっていうのはまあ別なんだけども、お休み。それはそうと。お休みってのはなんだお前。浅田美代子さん。いいよ。本当にいいよ。あの人の、ほら、お家へ、あ、歌ちょっと忘れたけども。あの人、音痴ってのはいいよね、とにかく。いや、だからニマちゃんお休み。ゴロちゃん。誰か好きな人いない、そういう女の子で。うん、リリーね。リリーか。いや、この辺なんかしっかり固まってるな、なんか。ケンジーどう、誰が好き。アスミューコ。何でも好きだ。一番好きなの誰。一番ってことはないな。マリアンヌ・フェイスブルが好きだな。あ、じゃあじゃあ、日本のさ。日本、うん、日本。みんな好き。若い女の子でさ、その。あ、みんな可愛い。可愛い。素敵。みんな好きなの。アスミューコいいよ。渡るとあれ、うん。歌を渡る森光子だろ。そんな物好きじゃないよ俺。物好きじゃない森光子。渡るどれ。もうね、うん、反撃横。反撃横って君の生まれた時代のこと言ってどうかな。飯田チョコあたりから考えて。飯田チョコ持っていたじゃないか。あんまりね、うん、歌を歌う女の人ってあんまり、あ、歌なくても聞こえてる秋吉久美子とさ、いっぱいくない。 あんな白痴。割と、なんか僕ダメなの、女ダメなの。若親子だ、若親子。若親子もういい年だからね。いや、年とあれは違うだろ、お前。お前結構難しいね、おい。何がいいんだ、一体。ジナロロブジータなんていいね。ジナロロブジータ。あれも確か悪いと。あいつはあれしか知らないの、また。ジナロロブジータ。ちょっと古かったね、ごめん。わかんねえか、渡る。そうね。桜田純子と桜田純子。なダメか。うん。渡るに認めなきゃ売れないんだよ、みんなな。なんか認めてやってくれ、誰か。あ、宮部沙織。ちょっとあんな。ダメか。アマチバリ。小柳恵美子。ダメか。新しいのダメだよ。新しいのダメか。売れちゃうのはとんでもない。古いの、宮古晴美。宮古晴美の目か。山田一郎ぐらいの。山田一郎。山田一郎。山田一郎。ポケットいっぱい。決まった。渡るは山田一郎が好きなんだ。キヨス。ムッシュ。あんたの場合わかるよ。安倍晋三でしょ。ねえ、言わなくても分かってる。安倍晋三ね。オンリーね。安倍晋三オンリー。好きよ。猫のささみ。君は。南沙織オンリーね。いや、そんなことないですよ。いや、歌手では浅川真紀がいる。あ、浅川真紀。おい、ちょっと待ってよ。浅川真紀好きなやついるか。いや、ルックスだよ。長い。ほら、すみません。
聞いてるぞこれ。浅川牧いやいや、ルックスだ。ルックスだ。いや、ルックスの話だよ、今やってんだ。いやいや、ごめん。女の子ポーズだろ。僕はアマチマリ。アマチマリ。僕は浅田美代子オンリー。オンリー。もう、みなみさんやめた。あ、ほんと。うん、来年美代ちゃんと歌作るわ。今月は、アマチマリね。浅川牧だっけ。アマチマリ。アマチマリ。どこがいいの。あのね、やっぱりさ、いいよ、ふっくらしたね、ああいうそのタイプっていうのが、すごい好きなんだよね。だからもうしょうがないんだよ、これ。ちょっと待って、ギターちょっと持ってきて。はい。ただいま。ギターさ、持ってきましたよ。でね。あんまちまいね。ね。なんかあったかな。中のなんとかララララリラリンララ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 ンララ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 ン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 いいね、あの歌。おもせれ。おまちまりが、おまちまり好き。マリアボーカル誰好き、ボーカル。僕はやっぱりジェーン・フォンダが好きなんです。いや、日本の、そんなこと言ってないやん。あ、日本なんですか。今、トイレに。やっぱり日本だと、女の歌手。女、もちろん男なんか好きになるな。やっぱり日本の歌手だったら、やっぱり、南沙織がやっぱりいいんですけど。ライバルがある。さっきやめよ。常手元はあれだよ。あ、常は、先生は好きなんですか。好きだよ。なんでそんな好きなんですか。泉谷さん、その辺は知らなくて。泉谷のところの娘さん、俺が。僕はあの人も好きなんですよ。泉谷の娘も好きなの。いや、なんつったって浅見岡が一番いいって。じゃあ、分かった。じゃあ、浅見岡歌ってる赤ちゃんに聞こうか。本当歌ってないよ。聞こよ、赤ちょうちん。歌ってないよ。赤ちょうちんは、かぐや姫。レッドチョウチかぐや姫の赤ちゃんに行こうか。あの頃二人のアパートは裸電球まぶしくて貨物列車が通ると揺れた二人に似合いの部屋でした。覚えてますか寒い夜赤ちょうちんに誘われておでんをたくさん買い月に一度の贅沢だけどお酒もちょっぴり飲んだわね。雨が続くと仕事もせずにキャベツばかりをかじってた。そんな暮らしがおかしくてあなたの横顔見つめてた。あなたと別れた雨の夜公衆電話の箱の中膝を抱えて泣きました。生きてることはただそれだけで悲しいことだと知りました。
ちも揺れている屋台にあなたがいるような気がします。背中丸めてサンダル履いて一人でいるような気がします。みんなキャルの曲を聴いてさ踊らねえか。よし、ファンキーモンキーベビーバイキャル。ファンキーモンキー、あ、そうか。ちょっと待て、ちょっと待て、このスピードがしようまないか。ちょっとね、いやちょっと曲違ったのかな。違ったじゃない。あ、そうか。用意してるって言った。あれだ、みなこはるみの暗骨つばきだった。あ、もっと伸ばす。あ、そうか。あのさ、はい、俺話すと全然ないんだよ。なんでしょう。日本ってさ、沈没すると思う？ねえ。ねえ。ねえ、生活評論家渡るさん。ねえ、日本って沈没するかな、やっぱり。だって沈没したら生活評論家成り立たない。ってことは沈没しないのかな。しないのかな。どこなるよ。日本は沈没しないかな。沈没？うん、あ、沈没、うん、するかな。お前ね、ファンレターすごいんだよ、女の子から。お前これイメージ怒っちゃうよ、お前。またゆっくりな。な、日本沈没するのかな。あの、ケンジ、UFO、あの、するよ。するのか。いつかね。君は円盤の方に詳しいんでしょ。あ、詳しくないけど。するかな。するよ。我慢やつさん。いやね、沈没すると何もなんなくなっちゃうんだよ。めっちゃくちゃ。おいじゃ、我慢やつさん、あんたハンドマイクの方がいいよ、やっぱり。あの、言い合ってみたり。ほいじゃ行こうか。キャロル、ファンキーマンキーベイビー。的なところが大好きなんだけど、もうなしてかねえな。曲をどんどん聴こうか。え、次はなんだっけな。今ケロロリクエストのはあのディランセカンドの二人がケロロリクエスト。それから次にリクエストのは小西が、香川亮がなんだっけ。なんだ。いや、お前。香川亮はね、浅田美代子。お前よ。いや、なんか言っただろ。いや、俺キャロルだよね。お前はキャロル、キャロル。あ、キャロルか。え、じゃあなんだっけ。あ、ケンジだ。なんだっけ。ゴーヒラミ。あ、ゴーヒラミだ。ゴーヒラミ、よろしく愛し行こう。笑え、笑え。言ってよ、よろしく愛し。ゴーヒラミ。また行かないの。
あ、まだまだ。あ、アマチュアの先なの？あ、じゃあ南、あの南考察のあのリクエストを尊重して、そう。思い出のするなで歌ってるのはアマチュアリさん。ねえ、それいくとさ、そこのさ、その。その関係やめてくれ、公設。何やってんの、そこは。別会計。別会計。何やそれは。そうね。いや、もう。その、アマチュアリ言ってくれる？あげそう。聞こえ
あのさ、もう夜も更けてきて、あ、もう朝だ、もうすぐ5時だ、もうすぐ終わるんだ、この番組は。で、あの、せっかく来てもらったしさ、みんなに。で、話できない部分もあったし、で、なんていうの、要するにそのね、勢いでさ、いった部分もあったけども、僕がそのあんた方とさ、どうのこうの話しても知らないことだし、で、聞いてる人たちはさ、やっぱりなんかわかんない状況が、きっとこの状況はさ、そう思わない？ね、そうなんだよ、わかんないんだ、聞いてる人たちは。で、こっちはこれでいいかもしんないけども、やっぱり俺は冷静に考えてさ、酒飲んでるけども、やっぱり冷静に考えてね、やっぱり向こうはわかんねえんだ、この状況、なんでこれが面白いんだっつうに。で、要するにさ、おのおのファンがいると思うんだね、考察、渡る、ケンジ、リリーからゴロちゃん、みんなやっぱりあの、彼が来るんだったらその彼の声聞きたいっちゅう。で、俺はさ、何も言わないから、一言ずつさ、やっぱり一応さ、これはあの、サービス精神つい意味で岡林が昔やったニュアンスは違うかもしれないけどもな、一応さ、一言ずつね、やっぱり聞いてる人たちにさ、言ってあげてほしいと僕は思う。で、ほら、ボーカル、じゃあボーカルと申して、パンダから。あ、パンダ、うん、いや、よく、いや、そう、切って、ボーカル、じゃあパンダ2分のこと言ってもらえ、あ、そうですか、うん、来年に入りますけね、拓郎の後2部やりますか。山田パンダです、大いに頑張りたいと思います。今年はこの時間ですね、今この時間、あと10分残しておりますから、この時間に僕がやります。山田パンダでございます、よろしくお願いします。はい、はい、あいつね、あ、猫の連れ止ですけど、まあ今年頑張ってきて、まあ残念ながら来年ね、真面目な話なんだけどね、これ解散することになった前、心配のね、手紙なんか来るんですよ、たまにね。でまあ来年もやっぱりこういうね、人たちと付き合いたいから、酒飲みたいからね、まあ頑張ります、よろしく。はい、はい、かまやつ、はい、かまやつ、あの、いや、かまやつさん、何の話要するにラジオを聞いてる人がいるから、あの、田村さんのファンもいるかもしれない。今頃の時間っていうのはさ、やっぱしみんな、なんて言うんだろうな、まあ一杯飲んでる人が多いと思う。でもないかもしれないよ。いや、でもそう思いたいわけ、うん、それで俺たちも飲んでこうやってすごい気楽に話してるじゃない、うん、だからこういうことをつまんないと思えばつまんないかもしれないけど、うん、でも要するに同じ状況で聞いてる人には通じた部分っていうのはあると思うね。楽しさとか、なんかこう本当のこととかさ、うん、いろいろその人たちにとりあえず通じないと思うよ。はい、僕は通じないと思う。そうかな、うん、僕は非常に悲しい。いや、俺通じていてほしいと思ってるわけ。僕はね、やっぱりこれはいかんと思う、こういうやり方は。そうかね、うん、俺は何かやらん、俺はこういう放送は本当の話、うん、これいかんよ、やっぱ。でも年に1回ぐらいだからいいんじゃない。僕は高田ですけどね。いや、高田渡るに聞こう。案外なんか良かったね、こういうの。いや、俺たちは仲いいけどさ、でも聞いてるやつってのはさ、そうじゃないんじゃないかな、きっと。そんな今で関係ないよ。やってますか。やるさ、俺は。でも、まあ一回ぐらい会ってもいいかもしれないとは思うけども、何度もなんかやることではないと思う。うん、うん、そうだね。しかしなかなかなんか良かったと思いますよ、お酒も、うん、だから俺はね、要するにさ、まあ変な話だと、俺がやってる番組じゃないけどもさ、俺が資本を投じてるわけでもないしさ、まあ俺はギャラもらってやってる番組だけどもさ、まあ来てもらった連中は喜んでもらくれて、まあ酒飲んで楽しくやったわ。だから割とそれはなんとなく向こうにはやったのが分かってるんでしょ、聞いてる側が。それぐらいは分かるでしょ。いや、そんなことないって。いや、これだけそこまで疑っちゃ、そこまで疑っちゃ人間いけないと思うな。いけない部分に俺は差し掛かってんだ。そうか、あ、そんなうまくいかない。何かあったらうちに来てくれよ。だから渡るのに生きられればいいと思うんだ、俺も、うん、本当に。だからそれは分かんねえ。まあいいや、考察どうだ。うん、来年は。いや、硬い話じゃなくてさ、聞いてるやつにさ、コースのファンが聞いてるんだ、多分。これ楽しいね。来年も僕はたくましく生きていきたいと思いますので、みんな来年も頑張ろうぜ。いや、これさ、もうさ、割と出来上がってね、
でさ、生の番組って意識がもうなくなってるよね、みんなね。ね、これ放送なんだよね、でもね。これ何百万、何十万ってやつが聞いてるわけよ。そういう意識ないでしょ、今。みんな、俺もないんだ。はっきり言って。少し前のこと困っちゃう。そうなっちゃってんだよな。でもしゃあねえよな、これ。ケンジどうですか？別にいいよ。お前のファンが聞いてるんだ、でも。別にいいや。別にいいか？ほうか？ほうか？よくはねえんじゃないか？別にいいんじゃない？いや、聞いてくれてありがとうじゃないか？え？ありがとうじゃないか？あ、そりゃそうだよ、もちろん。そんな関係ないんだよ。ありがとうって言わなくていいんだよ。まあ、そうか。みんな思ってるからさ。タクロはね、自分が司会してるからね、そう思ってんだよ。いや、俺はみんな楽しかった、それでいいんだよ。うん、ねえ、うん、そうか、うん、俺は腹立つんだよ、割と。なんでだよ、そんなバカバカしいよ、ね、それは。いや、やっぱりね、いかんよ。だからさ、要するにその放送媒体があるわけじゃない。なそうなんや、電波はみんなのもんだぜ、ね、うん、何百万人が聞いてよ、うん、電波はみんなのもんだぜ、みんなもんだ、誰のもんでもないって、うん、いいんだよ、したらでもそこへ来るからね、そんなに総理と語ろうとかね、うん、そういう番組じゃないんだよ、別に構わないよ、何でもいいよ、構わないと思うよ、だから聞きたくないやつは電波ひねればいいんだよ、他の番組、うん、でも俺は面白い、楽しいと思うよ、俺はそういうの下手だけどね、うん、ジョークやなんか、うん、でも俺はすごい楽しかったと思うし、最高に楽しかった、うん、こういう番組はないと思うよ、うん、みんなこれ正直なこと、もう、うん、そういうと語ろうに比べや、比べるもんが悪いけどね、うん、でもずっといいと思うよ、そうは、タクロはそんな真剣になることないと思うよ、タクロすごいと思うよ、俺は尊敬してるよ、本当、いやいいんだ、どうかな、リリー、今日はあのさ、帰る帰るって言いながらとうとう最後まで出ないかね、うん、どうかな、うん、とにかくどこで飲むお酒も美味しいし、うん、そうだな、お酒は美味しいな、それだし、なんていうかな、どんな形にせよさ、うん、なんとなくみんなの心が通じてるでしょ、そうか、うん、多分そう思う、うん、そういうのは私は、私もその一部の人、あのその一員だけれども、うん、またちょっと待って。ちょっと喋るのやめろ。なんだ。うん。そういう感じをまたこういうふうにこう感じて、うん、みんなの顔を見て、うん、みんなが笑ってる姿を見れたっていうのがね、うん、すごく幸せだった。うん。そういうことはあるかもしれない。あんまりちょっとあの鬱になってくるさ、ゴロちゃんあのどうかな。ゴロ。いやゴロ。鬱にならずにさ、俺は別にさ、ゴロ。そんな気持ちで言ってないから。ゴロ。本当に。どうだゴロちゃん。今日さ。あの偶然来てみてさ、なんか雰囲気としてさ、いや僕はやっぱり歌いたいですねいやそれはみんな俺だって歌手だぜ、いやだって僕はそうじゃなかったからさ、今年1年、ああそうだね、そんな関係ないよ、うん、いやでも関係ないよ、そんなやっぱり嫌なんだよ、余ってるしかないぜ、うん、余ってるしかないぜ、それそうかな、関係ないよ、そんな、いやだってやってない、これが楽しかったかどうか聞いてるんだよ、うん、それは楽しいよ、だってじゃあそれでいいんだよん、ゴロちゃんもたまにはやりくらくともあるんだな、え、質問はそれなの、ね、タクロはそれ心配してんだよ、一番質問は その質問だったの、なんか来年僕のファンに対していやだからさ、聞いてるやつはいっぱい聞いてるわけだな、だからさ、やっぱりそのここに来るからには何か一言言ってほしいっていうことはさ、だって聞いてるやつは聞いてるんだからさ、ね、だからそれだけはあったわけだから、それは俺はいいんだよ、聞いてなくてもいいんだよって言うんだったらさ、じゃあ来るなってことなんだ、お願いするうん、で聞いてるわけ、でも喧嘩打てるわけじゃないから、もう最近もう暴力的ないから全然意識は暴力的だけどさ、暴力は振らないから、ジャンセカンド、あ、加賀亮いた、俺さ、どうだい亮、どうだい、あのさ、たまたまこんな番組ね、うん、これ出さずさ、うん、でまああんた望んだかどうかは別にしてもさ、来たわけじゃない、うんうんうん、来たからにはさ、やっぱり来たからにはってことが俺はあるわけよ、うん、どうだろう、ほらやっぱし早朝の5時半か6時頃から、うん、高知桃子さんがやってる番組よりは面白かったと、うん、大変にいいのあったと、あの電動を聞くよりも、うん、でも小太郎じゃないや、お前誰だっけ、拓郎か、おおおい拓郎の話聞いてる方が面白かったと、うん、うん、面白かった、本当にいい番組だった、デ、うん、ランセカンド2人もう解散だけども無理やり呼んでごめんなさい、いいえ、もう楽しかったです、あのね、うん、いい加減やから楽しかった、
でも、うん、もうほんま、二人ともごっつええ気持ちやしね。うん、まあ、いい気持ちならええわ、それで。うん、まあ、来年、再来年、まあ、見とってくれっていう感じで。納得しよう。おいで。夏の日の声をかけて、今日は今年最後の僕の放送で1時から5時までやりました。いっぱい来てくれて、で来てくれたことにすごく感謝します。で来てくれたことには感謝するけども、あんまり言ってくれなかったことに関してはやや不快です。でも来年また会えることもあると思うし、その時にその都度僕は接触を持ってみんなと話したいと思います。とにかく今年はこれで僕の放送終わりました。来年は、正月何日になるか知らないけども、あ、7日、6日か、僕の特集を自分で組んで自分でやります。その時は誰のレコードも書けません。僕のレコードだけ置けます。僕オンリーの番組を作ります。今日はとにかく来てくれた人たちに僕は心から感謝します。来てくれたことに感謝します。ありがとう。どうもありがとう。どうも。じゃあ月並み、非常に月並みではないけども、来年は良いお年を。みんなおやすみ。おはようございます。どうも。呼ぶとなんかこう小さな会社の気がします。まあ大きい会社なんですが。以上3つの会社の協賛で、日本放送をキーステーションとして北から STB ラジオ、青森放送、岩手放送、東北放送、信越放送、静岡放送、中部日本放送、大阪放送、これはラジオ大阪か大阪放送かという問題がいろいろ来ていますが、大阪放送でいいそうです。中国放送、西日本放送、高知放送、九州朝日放送、長崎放送、熊本放送、以上なんと15の局をネットして大々的にお送りします。
さて、今日の1曲目、行ってみようと思うんですけれども、実はあの僕ゆうべ外泊してしまいまして本当に疲れ切っておりますけれども、実はですね釜谷津博士太夫の曲をちょっとかけてみようと思うんですが、今日は B 面の方のかの有名なゴロワーズを吸ったことあるかい釜谷津博士太夫。ないんですけどもね、このなんというかなぜこの曲をかけてみたかったかというとですね、この曲はねあの例の釜谷津博士というのは人の結婚式に来ると必ず歌を歌うんですが、このコード進行であの何月何が何な何年何月の何日に孝太郎君と真由美ちゃんが結婚したよよかったね、これと同じこのコード進行でちょっとまあ歌詞が違うだけなんですが、これメロディーというほどのものがこの曲にはないと。しかしこれは作曲ということでですね、釜谷津博士作曲ということで作曲家に印税が入っていくというこういう仕組みになっておりまして、本当にまあ素晴らしい作品だと考えますが、まあしかしたくさんリクエストが来る中で1枚もないというのも本当に構えず頑張れていう気がしますが、聞いてないことを祈って、釜谷津博士太夫のゴロワーズを吸ったことあるか、あのねあのこのまあ結婚式でいつも歌ってる歌なのでまさかレコードにするとは思ってませんでしたけども、とうとう夢を実現させたという感じでねレコードにしてしまいました。このバックをやってるのはタワーオブパワーなんですね、なんと素晴らしいですね演奏がそんなこと言っちゃいけない、本当にあの我が良き友也も本当に売れてますな釜谷津さん、本当にもうなんちゅうかねもうどこ見ても出てるもん、ね、何見ても出てないことないぐらい毎日出てますけどもね、よく体は続きます。2曲目いきます。長谷川清之助卒業。嫌だな
だな。タバコを一本つけたけど、煙はたちまち風の中。バカな話さ、大人になるなんて。はい、長谷川清の卒業。長谷川清どうですか、最近あんまり会ってないっていうか、ほとんど会ってないですけどもね、あの白い胸の女の子っていうとこなんか本当にこう良いなという気がします。リクエストは茨城県の日立太田市、大高俊子さん、その他の方からいただきました。ありがとう。今日はなぜかスタジオにこのなんていうのかな、この勉強用のスタンドというのが置いてありまして、僕の前に置いてあって、なんかこう受験勉強してるみたいな気分でですね、なんかこう新なんていうのかな、こうラーメンかなんかが欲しいなとか、そういう感じなんですけども、昔受験勉強したことありましたけどね、一度か二度でしたけども、見事に、第一志望校滑りましたけどもダメですが、お元気ですか。拓郎さんというのは長野県中野市のフォークグループ竹とんぼその4分の1の方、高木光晴君ですが、長野のステージ見に行きました。と、長野のステージ、あ、とても良かったです。はい、ところで お願いがあるんです。猫のラストステージがあるそうですが、僕は見に行けません。だからオールナイトニッポンでその特集をやってください。自宅でしんみりと涙でも流しながら聞きたいんです。もしダメでしたら猫をラジオに呼んでその時の話など聞きたいんですが、拓郎さんならきっと実現してくれると思います、ということですが、最後に陣山さんの手紙、いつもいつも待ってるんですけど、これ本当にもうね、逃げるんですよ。今日もね、避けてますけれどもね、僕は本当に最近事務所そのうち辞めるんじゃないでしょうかね、本当にこの問題で。それから長崎市の、薬屋茂という方ですが、拓郎元気ですか。私は拓郎に文句があるのです。それは猫のことです。猫は3月のコンサートを最後に解散ということですが、あれは拓郎が裏で糸を引いているのではないでしょうか。ね、黒幕説ですね。新しい説が出てます。最近いろんな説が出てますけどね。レコード会社のこととか。知らんよ。猫は当初拓郎のバックなどを務めた、あまり爆発的には売れなかったと。はっきり言う人ですね。しかし、雪などヒットを出し始め、陣山さんをはじめ大久保さん、綱富さんと次々と人気が出てきた。陣山さんは猫にはいませんでしたけども、ね、彼の場合にはもっと古いグループでありましたね。12弦ギターの陣山さん夢だったんですが、そして拓郎は自分の人気があまりないんだけども、猫によって、この薄れていくことを恐れ、みんなを騙し、ついには解散させた。それにも増してオールナイトニッポンに出たがる陣山さんまで出そうとしない、出たがる陣山を出そうとしない。みんなには逃げた逃げたと言っている。この事実は放ってはおけない。全国の猫ファン立ち上がれ。最後に拓郎さん、このハガキをボツにするということは、この事実を拓郎が全面的に認めたと取らせていただきます。脅しですけれどもね、刑事問題にしたいと思います、まあ、とにかくしかし猫のコンサート行ってきまして、それで、最後本当に一曲一曲がですね、もうこれでおしまいなんだなと思って、僕は全部あのステージの袖で聴いてまして、途中で一曲歌いに行ったんですけどもね、一曲一曲が、まあ例えば僕の作った歌なんかやっぱり多かったりして、一曲一曲こうね、ああこの歌はもうこいつらが歌ってくれることはないんだなと思うとね、一曲一曲こう込み上げてきてね、でまあそれがコンサート終わって、田口がまあなんとなくこう泣きそうな感じになってね、女の子が田口さん頑張ってとか言いながらね、僕なんかも横で田口さん泣けとかそういう感じで見てましたけども、まあコンサートは無事に終わりまして、お客さんたくさん来てくれましてね、なかなか素晴らしいコンサートでした。孝太郎とか孝節とかみんな遊びに来まして、でその後みんなで例によって打ち上げということで飲みに行ったんだけども、僕は久しくこの泣いたことが最近なかったですが、打ち上げでみんなでお酒を飲んでる時にですね、まあ猫の連中とね、最後だから飲もうやっつって一緒に飲もうっつってね、こう飲んでいろんな昔話、キャバレー行って遊んだことね、いろんなあの話をしてるとね、だんだん胸がジーンとなってきて、ついにですね、この吉田拓郎めがですね、このおいおいと泣き始めてしまいまして、
実に集大を見せてしまったんですけども、こう込み上げてくるもんがあってね、なんとなく僕はやっぱ猫の場合はその、僕対猫とかそういうことではなくて、なんか猫の一人という感じが僕の中にあったもんだから、なんかいつも一緒になってね、いろんなことを考えたりしてたでしょう。だからね、すごくやっぱ寂しいことですね。あの例えば雪とか、あの僕が作った歌をもう歌ってくれるやつがいなくなると、なんか自分の作った歌が消えていくみたいな気がしてね、非常に悲しかったですけれども、まあこれからの各々ですね、活動に期待したいと思うんですが、猫の曲をかけます。今日は、僕のエピローグとかいろいろリクエストありますけども、僕は猫のに作ってあげた曲では一番好きな曲です。地下鉄に、もう3月、3月だよね、3月のあれですから、もうすぐ春なんだなと、非常に思うわけなんですけれどもね、春になってくると陣山君の毛穴も膨らんでまいりまして、非常に魅力的になってまいります。で僕は一応まあ猫のプロデュースが終わったので一つ仕事を終えたと、これからやっぱり陣山君をなんとかプロデュースしていかなければならないと思ってるわけですが、及ばずながら、そこでまあこれ私事というかですね、僕の個人的な提案なんですが、まあスタッフも乗っておりますけども、陣山君今日来ておりませんが、内緒でことを運んでしまおうと思いまして、まあそれだけですね、人気が出てくるとやっぱり彼としてもどうしても出ざるを得なくなるという世論が許さない、そういう感じを作りたいので、往復はがきで陣山くんのサインを欲しい方は申し込んでください。陣山くんのサインは僕は見たことはないですけどもね、絶対に欠かせますから、陣山くんのサインが欲しい方は往復はがきで、このオールナイトの方にですね、もう送ってもらえると、陣山くんにですね、ほら見ろ、こんなにたくさん来てるんだぞお前、やっぱ出なきゃダメだよ、そう、彼もやっぱ春にね、毛穴も膨らんでおりますから、やっぱりそうかなあなたの好きな、歌いますよ必ず絶対にやりますから、楽しみにしたいと思いますが、往復はがきで、お願いしたいと思います。陣山のサイン欲しいと、俊ちゃんでもいいです。陣山俊一と申しますので、俊ちゃんでも結構です。俊ちゃんのサイン送れ、これで結構ですから、と必ず責任を持って僕がサインをですね、お送りします。山田パンダ姫の歌はさよなら友よ。旅に出る暖かなこの場所を後にして、そう君とはもう会えないかもしれないけど、何も言わずに送ってほしい。思い出は僕に行くなと、ことはないだろう、明日は一人になる僕だけど、いつかまた会う時もある、人並みに押し流されて、振り返れなくなったなら君を思い出すだろう。朝焼けの向こうに僕の明日があったと、君に語れる日が来ることを信じて、僕は一人欲しい。
だと君に語れる日が来ることを信じて僕は一人旅に出る何も言わずに送ってほしい上辺をあの解散コンサートを今やってますね全国回ってますが、まあ翔也も22歳の別れ風の方で、もう本当に第一線というかですね見事にやっておりますし、山田パンダ姫もこうやってレコードを作っている残るは後節ですが後節もですね LP の制作に今入っている雰囲気でしてまあみんなねもうすぐまたこのみんなおのおの新しい形で登場してくるわけですけどもね、猫もいつかね早く出てきてほしいとなんかこだわるわけじゃないですが頑張ってほしいと思います山田パンダ姫でしたこんばんは吉田拓郎ですなんとなくこっから番組が始まるような気がしますのでこんばんは拓郎です吉田拓郎です、今日もオールナイトニッポン頑張っていこうと思います、という感じになりますけどもね、遠藤源氏をちょっと聞いてみましょうか懐かしの余儀者のブルースです こうなんていうかだいぶ経ってるレコーディングしてからですね撮ってますが遠藤源氏変わってないというねあの新鮮さという意味で変わってないという気は僕は非常にしますけどバックのあの演奏がどんどんこうのとか言うんじゃなくてね遠藤健二自身はそんなに変わってないと非常に新鮮なものがまだあるんではなかろうかという気がしますけども、大阪府のこれは吉本のり子さんリクエストくれましたありがとうまあたまたま今夜は目の前にちょうどあのランプがあるのでなんとなく受験ということが頭にこうあったりするわけですけども受験のまあもうそろそろもうほとんど決まるのかな発表があったりして大変だと思うんですけどもねまあ試験というのはその受けようと思った段階でもう決まってるわけでつまりその、合格か不合格かと答えは2つしかないということがもう決まってるわけなのでそれをもう受験ということを最初に決めた段階でも結果2つしかないそれをあえて選んだんだからもう言っても遅いというのはどっちの結果が出てもですねではないかという気がするんでもしそれ以外の結果を望むんであったらやっぱり受験なんかしなきゃいいんだしみたいなまあ無責任かもしれませんけれどもまあ人それぞれに言い分あると思うんですが僕はまあそういう感じで受験というのをですねまあ後でもうどのこのっていうことは言うまいと思いながらやったわけですがまあ失敗しましたけれども結果まあそんないいよ大丈夫よ大丈夫よってことないか苦手なんだそういうのは非常に身の上相談じゃないから東京蒲田の日本電子工学院、の公演なんとなくここも学校っぽい雰囲気にしますが公演により行っているオールナイトニッポンの例の60秒グランプリですね、60秒グランプリ1月から3月までの後期ですね、もうそろそろ終わりですなオールナイトニッポン60秒グランプリは企画賞、演出賞、パーソナリティ賞といろいろ賞があって、その全てにわたり最も優れている作品にはグランプリ賞というのが与えられますねそれぞれにトリオの豪華な賞品を贈呈します企画賞にはトリオのアンプ、演出賞にはトリオのプレイヤーパーソナリティ賞には2本1組トリオのスピーカーいずれも5万円相当の製品そしてグランプリがもらえるとトリオシステム K ラインマーク2というのがいただけるということですねこれからトリオの商品もうないですなあんまりね、どんどん応募しようということですが今日のテープはですね、これは長野県の方です、下稲郡と読むんでしょうかね、豊岡村大内和志郎さんでしょうか一条さんでしょうかの作品ですと思ってます髪の毛は今短いですが
時期長くなると思います。お酒はまだあまり飲めませんが、ブルースとタンゴぐらいは踊れます。悩むなあ、難しい作品ですね。はあ、ちょっと前衛と呼ぶのかな、やっぱりこういうのは。難しいな。素敵よで終わるんですね。はははなるほどね。芸術的と呼ぶべきか、あるいは錯乱状態にあると呼ぶべきか、ちょっと分かりませんけども、なるほど、いろいろね考えるもんですね。ちょっと僕にはこの制作意図というか、そのがよくわかりません。非常になんかわからないということが非常になんかこう悔しい気がしますけどもね。こういうのをなんか聞いてると、なんとなくわかりたいけどわからないということは、なんか俺がアホなんじゃないか、そういう結論が出そうで、なんか好きじゃないですけどもね。どうもわからんかったな。わからんといえばですね、このこれから聴く曲なんですが、これはもう、ね、最近何してるのかな。本当にこれは5、6年前ね、よく日本放送の公開番組なんかで出会ってね、まあユニークだったですね。ギターがまあいわばあの泉屋式ギターというかですね、打楽器っぽいギターの奏法をする人でして、とてもこのユニークなね、本当に僕は興味のある人間だった、人間としてね非常に興味があって、でまあそのなんていうか気がちっちゃい、なんかいいとこのなんかボンボンっていう感じなんだけど、なんかこうゲテモノな歌を歌うという感じで、なんか不思議な男だったですかね。あの着てくるものっていうと、なんか普通のレインコートを着て、こうサラリーマンが着てるのかなと思うと、急にね鉢巻きして歌うんですけどもね、この本当に最近見なくなりました。あの時々テレビなんか出てるらしいですけどもね、あの地方の放送なんかで、最近僕はほとんど会ったりしていませんけども、ユニークな存在として、あの心の奥底に残っておりますが、南雲修司のバキュームカー。バキュームカーはバキュームカー、あのバキュームカーカー、このカの声が好きですけどもね。南雲修司は本当にものすごいナイーブな人間だったような記憶がありますけどもね。お母さんのことを時々話してくれたりしてね、お袋がねいいんだよとか言ったりして、僕は本当に参りましたけども、南雲修司のバキュームカーでした。大相撲が始まりまして、あの輪島が2連敗しましたですね。どうしたんでしょうかね。あの貴乃花は調子がいいみたいですね。僕はあの三重の海というお相撲さんが好きでね、まあこれはちょっとあれなんですが、あのちょうど出張してる時にね、ちょうど相撲をやってたんですよ。でまあその留置場の中でねあんまり思い出せないが、あの楽しみっつったら、その監視の人にね、三重の海勝ちましたかって聞くくらいでね、あんまり返事してくれないんですけどね、勝ったぜとか言って、ああよかったと思ったりしてましたけどね。三重の海が僕は好きなんですけどもね、まあ、目立たないお相撲さんですけども、なんかこう好きなんですが、ここにですね、とてもユニークなハガキ、これはね一体何なのかよくわかりません。ものすごい毛筆なんですが、非常に達筆なので読みにくい、達筆すぎて。福岡県の若見杉ひろみさんという方なんですが、これは若見杉ひろみさんという方なんですね。3月になりました。相撲も始まります。私の夫なる若見杉くんが、若見杉人気ありますからね、女性に。私の夫なる若見杉くんが東関脇にて出てまいりますと、読みにくいんですよ、毛筆ですからね、達筆ですからね。ボケの花も咲きます。この辺の話の発展具合がもう非常に指摘ですけどね、ボケの花も咲きます。ところで拓郎ちゃんは、ちゃんですか、いまだ私の名を全国に流してくれたことがありません。なぜでしょう。別に理由はなかったんですが、若見杉という名が出ては困るのでしょうか。例えば輪島からお金をもらっているとか、そんなことはないですよ、あなたそんなバカな、なんで僕が輪島さんからお金をもらうんですかバカな。それで
そうでないなら一度くらい私のリクエストかけてくれても良いのです。若見杉の名にふさわしい人を考えましたが、南こうせつさんがぴったりのように感じました。どういうとこから若見杉と南こうせつが結びつくかは分かりませんが、まあ推しの一手であるということでしょうかね。若見杉はしかし技切れますからね。ということでリクエストを来て、あらあら賢いとこうありますかね。まあどういうことか分かりませんが、若見杉ひろみさんって非常に達筆な方から来てますけれどもね。南こうせつと言いますとね、拓郎貴様バカ野郎、どうしてゲストが来るといつもこうせつがいるのだ、浅田美代子の時もキャンディーズの時も、貴様は何か考察に何かやましいことがあってゲストが来たら呼んでやるとかなんとか契約でもしているのか。契約なんかしてないですよ。なんか僕は一緒になんか悪いことばっかりしてみたい。契約なんかしてるわけ、契約はしてない。それにしても考察のさ、スケベの笑いをしやがって、今度出したら殺してやるから、もし出すんだったらもう少し静かにさせろ、拓郎お前もだと書いてありますが、かと思うと、これは本間悦子さんですけれどもね、埼玉県の方は、本当に本間かいなと思いますけどもね、いまだに年賀はがきで、年賀はがきですか、あのね、拓郎さん、私とてもがっかりしていますの。私本気で南こうせつ様が拓郎さんに代わって新しいパーソナリティとなったのだわと信じきってしまいました。先週のことですね、あなたがクソベタクソなと書いてますから、本当に下手くそな感じしますが、クソがつくと、バキョーも買おうかですが、クソベタなギターによるテーマソングとともに現れるまでは本当に信じておりました。ああがっかりだわねえ。本当にさ、拓郎さん、こうせつさんと交代しませんこと、この辺だって、こうせつ様はお仕事がなくてかわいそうですわ。そんなことないですよ、あなた仕事たくさん持ってます。パンダさんは第2部で活躍してらっしゃるし、愛する伊勢正蔵様は加世田22歳の別れがレコード売り上げ第一になりましたし、私とっても高節様の行く末が心配なんですのよ。それから私悔しいんですの、なんとかぐや姫リサイタルのチケットを手に入れ損ねてしまいましたの。のがつくとなんかおかまっぽくなりますが、あ、女の人がいいんだ、あ、ちょうど発売日前後に加世田で寝込んでしまった、ああ誰か譲ってくださらないかしら、あ、かぐや姫のことばかりで失礼いたしました。拓郎さんもついでに好きなんですのよ。ではさようならですのよ。何を言っとるかという気がしますけれども。まあ、考察もね、頑張りますよ。そんなね、大丈夫ですよ。大丈夫。僕用した拓郎。次の曲いきます。これは東部雅人、新しい LP ですね。まだ発売にはなってないんでしょうかな。新しい LP が東部雅人